16くらいだと思ってるんだけど。そんなことよりミユ様、今度天外伝でできた結晶ミックスデラックススーパーを一緒に買いに行きましょう。ああ、私が海洋案を提示したやつだね。甘かったからな、結晶ミックスデラックス。そうですね。いつか都合が合う日があれば。ミユの所属しているレイナシオンってどんな子がいるの？みんなミユみたいな感じ。そんなことないですよ。皆さん個性があって優しい人ばかりです。それより二人は帝王様のこと気にならないんですね。だってパトの世界なんだからパトに厄災とか起こるわけないよ。その考えは違いますよ。この世界でも帝王様の命を狙う者がいます。いますね。確か完全な忠誠を誓っているのが五皇帝連合。第一から第五までのエデンなんだよね。そうなんだ。それ以外のエデンはパトの命とか狙ってくるの。狙ってくることはありませんか。忠誠が弱いです。オフトエデンからは危険度が高いです。へえ、それは怖いね。でもスティアが言ったから大丈夫かな。はい、ですがもし奇襲などを受けてスティアが戦闘を始めたら、かなり厄介です。そうなんですか。スティア様すごく温厚そうだけど。スティアはああ見えて、ミガドルエデンで5本指に入る実力者で、あのネルと同等の攻撃力を持っています。そうなんですね。帰ってきたよー。これの何が美味しいの？味が濃いシロップだよこれ。それ水とかで薄めて飲むんじゃない？アルジ水ある。能力でなら出せるけど。飲料水じゃないから無理。水じゃなくて氷入れて少し待ったくらいが一番美味しいんだよ。でも氷ないもん。我慢するという選択はないんだな。ミール様、契約してきたよ。無事でよかったです。ゼル、この杖返すよ。もうよくわからないものを俺に預けないように。ごめんごめん、これやっぱり形から入らないとだからね。パト、後ろにいる子は誰？ああ、ついさっき契約した子なんだけど。あなた、何の目的でここまで来たんですか？オートマタレイリウムは忠誠心が少ない種族のはず、なのになぜ契約をしたのですか？早い。というよりどうしたことさえ自然すぎてわからなかった。ねえ、ミール様、結晶ミックスデラックスの美味しいの味方わからない？契約した理由を話したら教えます。なら話す。はい。退屈だったから現実世界に呼ばれたら楽しそうと思ったから。本当にそんな理由なんですね。嘘ついても仕方ないよ。それでこれってどういうの味方なんですか？それは少し冷やして、氷と馴染ませてから少量ずつ飲むと美味しいですよ。やっぱりそうなんだ。諦めようかな。あ、案外すんなりなんだね。だってもう飲めないってわかったし、ミール様が言うならそうなんだろうし。俺に対する信頼度がないことはわかった。帝王様もよくご無事で、それにスティアとエテル、二人も一気に契約するなんて。スティア、エテル。うちがスティアだよー。名前言ってなかったねー。私はエテル、別に隠してたわけじゃないよ。聞かれなかったから。ああ、二人の名前知らなかったんですね。うん、ミックスデラックスについてずっと話してたから。まあ、うまくいったならよかったです。スティアの契約の話は聞きましたか？一通りは聞いたけど。わかりました。それではおそらく長い間になると思いますが面倒をよろしくお願いします。うん、任せておいて。ではどうせなので、そのまま現実世界に戻しますね。特訓頑張ってくださいね。ああ、ありがとう。あれ、そういえば私スティアに言ったっけ？所得ミカドオーラ数が1万いかないと自由に行き来できないって。いや、言ってないかも。でもまあ、絶対に帰れないわけじゃないし。大丈夫かな？わあ、ここが現実世界か。主様、私はネル様に今回の件を伝えに行ってきますね。ねえねえ、エテル、せっかくだから私と一緒にお出かけしようよ。お出かけ、うん、いいけど。あんまり派手に動かないでよ。うんうん、わかってるって。ソフィア、妹が出てたみたいにはしゃいでるな。あれ、そういえばスティアはどこに行ったんだ。うちはここにいるよー。え、どこ？よいしょっとー。うんうん、ここが一番落ち着くねー。え、もしかしてスティア？そうだよー、大きいと大変だからこれくらいがちょうどいいねー。確かにこれくらいなら問題ないかな。主様、スティアと契約したというのは本当なのか？あ、ネルー、おっさー。本当に契約したんだな。だが力が全くない。ということは制限付きか？そうだよー、一応オーラで契約して、力は全く出せない状態なんだよー。それとミール様は最後まで気づいてなかったけど力は使えないけど能力はちゃんと使えるんだー。スティア、それずっと黙ってたんだな。うん、それとオーラ数に応じて力を出せるように契約したから主様が私にオーラをくれたら強くなるよー。スティア、まあいい、おとなしく主様の上にいるんだぞ。フェアの方が出なければいい。フェア、本当の最高責任者が出てきたら私でも面倒だ。だってんだよー、主様は私は能力で攻撃とかの影響は全く受けないから気にせず戦ってていいからねー。え、そうなの？ああ、スティアの能力は、相場に支配、総裁支配、全地栄転支配、の3つだったな。
相場に支配。相場に支配はねー、ありとあらゆる概念すべてを食べたり吸収したりして自分の能力にしたりエネルギーに変換する能力なんだよ。あと総裁支配は全決定権を剥奪したり掌握したりして支配する能力でー。全経営権支配は全ての知識を全自動でいて必要な答えを即座に最善の回答に導く能力なんだ。すごい能力だね。なら安心そうだ。すごいなんてものではないぞ、主様。私とスティアの実力はほぼ同等。ミガドルエデンでも5本指に入るほどの強さだ。それを手中に収めてることを自覚するんだな。褒めすぎですよ。それじゃあ私は目的を達成したから主様の上でのんびりするね。はあ、面倒な奴をこっちの世界に連れてきたもんだな、主様よ。まあまあ、こうやって俺の上にいるだけで結構安心だし、これ以上の護衛はないと思うよ。そうだな、スティアの言った通り、どんな攻撃や現象、概念すべてを自動で吸収するからスティアを意識する必要はないな。よし、それじゃあネル、テルと一緒に残り2日、オーラの特訓を頼む。うむ、ならこっちに来るのだけモラーの主様、まだまだ完成には程遠いからな、時間ある限り技術を覚えてもらうぞ。あ？はぁ、あ、私も行きたかったなぁ。カナ様、あさってから本戦、しかもロイドという男はかなりの強者なのじゃ、それなりの対策をしておらんと痛い目を見るぞ。わかってるけど、でも見たけど元素支配でしょう。私の自然支配で貫通できるよ。確かに能力ではそうじゃのう、じゃがそれ以外ではどうかのう。それは当日次第だから今必死に頑張ってもって感じだしな。こらよく言うじゃん、試験勉強は前日の徹夜で頑張っているようではダメ、試験で本当の実力が発揮するのは常日頃の勉強なんだって。ほう、つまりカナ様は日頃の訓練を頑張っておるから問題ないと。ならわらわがその日頃の訓練の成果、好みで受けようではないか。どうせそれ目的だったんでしょ、敵はおせっかいなんだから、心配性なんだよ、本当。月下もカナ様も白もパトボーもそうじゃが、わらわのような年寄りからしたらお主らは孫のように可愛いのじゃ、じゃから面倒みたいのじゃよ。はいはい、それじゃあ結構移動したし、ここで戦おうか。うむ、この大会では見たがどれほど実力が上がっておるか楽しみじゃわい。さて、言っておくけど、ここは大会の会場と同じで死んでも即復活エリアだから遠慮なく全力で来て大丈夫だから。了解なのじゃ、わらわの精神世界を作らなくていいから楽でいいのう。私もやるなら席が空いてでも本気でやるよ、それだけは覚悟しておいて。うむ、その覚悟ができておるなら、わらわからも言うことはないのじゃ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか、くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。